こんばんは、大島拓海です。今回ボンビューの入荷情報をご案内させていただきます。結構いいものがたくさんありますので、最後までぜひご覧になっていただいて、オンラインサイトに飛んでいただければと思います。では早速ご紹介させていただきます。エルメスポロションのレッドになります。ちょっとこれ中に詰め物入れてるので少しボリュームがあるんですけども、こんな感じです。まあ、赤もいいですね。コーディネートのポイントにしやすいカラーリングだと思います。使用感は割と少ない。ちょっとここにシミがあるんですけども、かっこいい一品ですね。とてもいい状態だと思いますので、よろしくお願いします。もう一点ポロション、ブラックになります。私が使ってるのと同じタイプ。結構これは色抜け体色がありまして、全体的に浅い感じになってるんですけども、まあ、これはこれでかっこいいなと。なので私が使ってるのも使い込んでいけばこうなるんだなと思うと、結構楽しみな感じです。レザーとかにダメージはなくて、まあ、若干こう毛羽立ちはある、あとはやっぱりちょっとこう退色してきているものの、とてもいい状態、雰囲気のある一品かなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ブラックになります。続きまして、同じくエルメスのアメダバという形になります。ネイビーのコットンだと思うんですが、特殊なこう表面感になっている、凹凸のある表面感になっている、本当に簡易的なバッグです。中は何もない、ポケット何一つないです。ただ作りはしっかりしてますね。ポケット一つだけ薄いポケットがあります。でライニングも全部貼っていて、外側と中両方コットンになりますね。でハンドルがレザーになってます。もうこうやって下げることしかできないバッグだと思いますが、まあちょっとしたお出かけの時にこういういいバッグを使っていただくと雰囲気いいんじゃないでしょうか。お値段はそれなりにしますが、まあかなりかっこいい、これもポロションと同じくこう気取らずかっこいいかなという感じがしますので、本当にサクッと使っていただけるバッグだと思います。まあそんなにこう物を入れる感じではないと思いますが、本当にちょっとしたお出かけの時に便利だと思いますので、よろしくお願いします。続きまして、同じくエルメス、トロカホリゾンタルという形ですね。ブラックにブラウンとオフホワイトの、ストライプのハンドルがついてます。これはさっきのアメダバと比べるともっとこう機能的なバッグで、外側に大きいポケットが2つで、内側にジップのポケットが1つついてます。バッグ保管用の袋も付属されてます。小さめのトートバッグっていう感じですかね。夏スタイルだと肩にかけていただくハンドルの長さがあって、まあ、手でも持てるっていうちょっと小さめのトートバッグ。割と見た目よりもこうずっしり、少しこう重みのあるバッグで、とてもこう頑丈なエルメスらしい上質でしっかりとした作りのバッグになってます。ちなみに上はスナップボタンで留められるようになってます。これかっこいいですね。コーディネートのアクセントにもなりますし、かつこうスタイルをなじませることもできますので、すごくいいバッグだと思います。よろしくお願いします。はい、エルメスが最後になります。ブエナベンチュラという、大きめのショルダーバッグになります。こういう感じです。結構長めですね。なので、まあ、私だったらもう結んじゃって短めにして使うかなと思います。まあ、私なら多分こういう風に使うかなと思います。まあ、これぐらいの方が多分男性だと使いやすいんじゃないかなと思いますね。で、サイドからストラップが、レザーのストラップが伸びるタイプになっていて、内側はジップのポケットがついております。でこのフラップもちょっとこう磁石でこうくっつくような形になっておりますので、割とこう作業がしやすいというか、ここが留めやすい仕様になっています。ブラウンキャンバスと、ライトブラウンのレザーを使っていて、本当に上品な、まあ、エルメスっぽいなという感じの、本当に雰囲気のいい一品かなと思います。かっこいいですね。とても使ってる素材はもうもちろん間違いなくいいですし、これからどんどんこう味が出せる一品だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、ちょっと価格的にもエルメスらしい価格にはなりますが、かなりいいバッグだと思いますので、よろしくお願いします。はい、エルメスは終わりまして、続きましてマルジェラに行きたいと思います。14番ですね。サイズが M
のボーダーのカーディガンです。実は最近私も購入をして結構気に入っているので、あのボンビューでもぜひ入れたいなと思って仕入れました。こんな感じです。ベージュとエクリューのボーダーになります。ちょっと私だと M だと大きいんですけども、あの少しこう丸みがあって、ただそんなにこう大きすぎず、こう今のオーバーサイズ流行ってる時だけしか着れないっていうアイテムではない、とてもいいバランスの、あのアイテムだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ちょっとタグが取れかかっております。まあ、私はもうこのマルジェラのタグは取ってしまってます。まあ、皆さん残す方の方が多いんですけども、私はもう取ってきております。のタグが取れかけてる以外はとてもいい状態だと思いますので、よろしくお願いします。まあ、若干毛羽立ちがありますが悪くないと思います。はい、もう1点マルジェラです。これはブラックベースですかね。ブラックベースに、白のボーダーになります。これかなり生地が凝っていて、少しこう凹凸のあるあの表面感になっております。これも同じく M サイズですね。こんな感じです。かっこいいですね。これもあの少しこう凹凸のある表面感なので、割とこうフラットな感じには見えない、あのさらっと羽織っていただくととてもいい雰囲気が出ると思います。かっこいいアイテムですね。とても両方ともちなみに、素材はコットンになります。コットン100のイタリア製になります。かなりかっこいいアイテムですので、ぜひよろしくお願いします。マルジェラです。こっちは10番です。はい、ちょっとここから雰囲気変わりまして、まずは US Army M65 のカーゴパンツ、デッドストックです。これデッドストックもなかなか見つからないんじゃないかなと思います。あのそれなりに値段はしますが、あの誰も履いてないカーゴパンツってちょっとテンション上がると思います。1968年の個体 M65 です。コットンポリですかね。素材はサイズはショートスモール、まあ、ウエストは82-83センチありまして、レングスがちょっと短めです。割とこう履きやすい方が多いんじゃないでしょうか。割とカーゴパンツ、まあ、アメリカのものを含めてリーバイスとかも含めて結構レングスが長いものが多いんですけども、これはレングスが短いなのでカットしなくても履ける方が多いんじゃないかなと思います。しかもデッドストック、なかなかもうこれ見る機会がないアイテムかなと思いますので、ぜひ買っていただいて育てていただければなと思います。若干ですが縮みがある可能性がありますので、ウエスト少しだけ余裕を持っていただいた方がいいかもしれませんが、まあそんなに大きくは縮まないと思います。よろしくお願いします。かっこいいです。はい、こっからちょっとジャングルファティーグ紹介していきたいと思います。まず XS ショートなので、ちょっと私だと袖が短いかなという感じになります。なので私よりももう少し小柄な方であればいいバランスで着れるんじゃないでしょうか。まあ、ジャングルファティーグ着丈が長いので、まあ、ショートの方が着やすいという方もいらっしゃると思いますので、ぜひよろしくお願いします。ちなみに私が所有しているのは XS レギュラーと S スモールレギュラーになります。こちらは XS ショート、1970年の個体になります。続きまして XS レギュラーです。大きなダメージ欠損はありません。今から紹介するジャングルファティーグはどれもこうワッペンを取り外した跡があるので、まあ、その糸が残っていたりはしますが、多分引っ張っていただくと綺麗に取れますね。 XS レギュラーは、これも1970年の個体です。こんな感じです。まあ、これで夏場だと私でちょうどいいかなという感じですかね。まあ、肩も本当にぴったり収まる感じです。同じく使用感はありますが、大きなダメージ欠損はございません。 XS レギュラーになります。続きましてスモールショートです。スモールショートは胸ポケットにちょっと破れがあったり、フラップポケットも少し破れかけていたりします。これも70年の個体です。あと、まあ背中側に少し汚れがあったりもします。ちょっと細かいダメージ汚れは画像の方で確認をしてください。スモールショート、こんな感じです。これはこれで着やすいバランスかなと、私ぐらいの体型の方でもちょうどいいバランスで着やすいんじゃないでしょうか。かっこいいと思います。スモールショートになります。続きましてスモールレギュラーです。スモールレギュラーも少し右肩あたりに背中側ですね、汚れがあったり、あとは袖口のボタンが一つ欠けています。
左袖のボタンがちょっと欠けてしまってますが、まあ、それ以外は大丈夫そうですね。こんな感じです。私が所有しているスモールレギュラーはこんなバランスですね。まあ、雰囲気いいと思います。こちらも1970年の個体になります。よろしくお願いします。ちなみにスモールレギュラーもう1点出品します。で、商品名のところにこっちはボタン掛けというふうにさせていただきますので、それで判別してください。で、もう1点のスモールレギュラーになります。こっちはフロントボタンですね。外側のフロントボタン2つが、補修跡があります。なのでこちらは商品名のところに補修跡ありというふうに書いておきますので、それでそのスモールレギュラー2つを判別してください。こちらも1970年、こんな感じです。これはもうボタン欠損とかはなく、ここの外側に2つのポケットが、多分こうボタンが擦れて破れちゃうので、そこを補修している跡があります。こんな感じです。それ以外は大きなダメージございませんので、着やすいんじゃないでしょうか。いい一品だと思います。スモールレギュラーです。スモールレギュラー2つあるんですけど、多分測ると若干個体差がありますので、それも一応そのサイズ感はスペック載せておきますので、サイトの方で確認をしてください。続きましてミディアムレギュラーです。大きなダメージはありません。使用感はもちろんあるんですけども、それほど目立つダメージはありませんが、背中のこの部分にだけ少し汚れがあります。こちらも1970年です。1970年と言ってますけど、もうすでに50年前ぐらいのものなので、まあ、そう考えると結構すごいなと思いますね。状態も悪くありませんし、普通に着ていただけるアイテムだと思います。ジャングルファティーグなかなか見つからなかったんですけども、ちょっと今回たまたま仕入れることができました。お値段もそんなに高くない値段で用意することができておりますので、まあ、ぜひちょっとこのタイミングに、まあ、ダメージとか使用感はあるんですけども、このタイミングに手に入れていただいて、本当に夏には活躍する一品だと思いますし、冬でもこうレイヤードしていけばずっと使える、まあ、年中使えるアイテムですので、ぜひご検討いただければと思います。ボンビューの店内にはもう少しだけですけども、今回紹介する以外にもジャングルファティーがありますので、気になる方はぜひお店にも来ていただければと思います。とりあえず今回のミディアムレギュラー、ダメージは非常に少ないですね。ちょっと穴があったりはしますが、とてもいい状態だと思いますので、よろしくお願いします。はい、今回は以上になります。割とたくさん紹介できたと思います。また新しいものが入りましたらこちらでご紹介させていただきますので、楽しみにしていただければと思います。それでは今回終了させていただきます。どうもありがとうございました。